と今日は紙の断片トークということで、朝まで生テレビではありませんけど朝まで、トークしたいと思います。このやり方は初めてのうち、何かしら新しいことをやろうといつも心がけています。この葉捉えてもサクッと、この葉指揮者で思い出しました。これ小沢誠二さん思い出しましたね。小沢誠二さん、僕は小沢健二さんが本当は僕大ファンでしてね、昔ですよ、小沢健二さんのライフっていうアルバム買って、僕ものすごい聴いてですね、ギターで弾いてましたね、小沢健二。あれ僕らが旅に出る理由とか、ギターで僕小沢健二さんのギタースコア買って、まあ東大っていうのはあったんですけど、いつだ、僕ラジオで最初小沢健二さんの歌聴いた時ものすごい衝撃を受けて超ファンになりましたけどね、このライブで、すごいギターを僕弾いてましたね、小沢健二さん。しかし最近小沢健二さんさっぱりメディアに出てこない、テレビに出るくらい、何かあったんでしょうかね、嫌なことでも、まあ、東大ですから、まあ、ビジネスで成功するでしょうけど、僕小沢健二大先生のファンでございました。小沢誠二さんコンポーザーですけど、指揮者コンダクターですけど、指揮者ですけど作曲家じゃなくて、沢村浩一さんと、なんとかさん、モーニング娘。の、あの名前の人、忘れました。モーニング娘。どうだ、つんくさんは元気でしょうか。つんく様、つんく氏は元気でしょうか。つんく様は元気、どうのまた元気でしょうか。昨日、あれです。昨日、スマイリーのハロプロのコンサートが、僕の大好きなハロプロ、道重さんがキャプテンだって、山口出身、お父さんが名古屋大学と最近聞きましたけど、道重さん、わかります、神、これ、神って書いて、神様、僕、神を信じたくないです、神がいるか、僕、神の存在について考えますけどね。もう本当いたら嫌だなっていう時と、いてほしいなっていう時ある。いちいち罰を与えないでほしいなって、神様に言いたい。もし神様がいるならちょっと殺してほしいなと僕思いますよ。神がいないでほしいですけど、もし僕自分が神だったらどうしようなって思いますけどね。製鉄、合理、財政、新聞の切り抜き、新聞も僕本当はもう教育さえなければ僕新聞集めてますけど、僕好きですけど、活字、あの人活字中毒って言ってますけどね、酒井さん、僕も活字好きですけどね、中毒ですけど、財政の破綻、ギリシャを思い出す、ギリシャを思い出しますけど、財政は、日本の財政はどうなんでしょう、僕は財務大臣ではないでは分かりませんけど、財政、どうなんでしょうね、僕、財政を語るほど勉強して、経済学の勉強して、何せ僕は高千穂保証代ですから、多少は知っていない、知ってないです、勉強してないですから、ほとんど言ってないですから、しかし、大学生が、この夏になると、大学生がなんかいろんな海とか、町とか、コンパとかで楽しそうですけど、本当楽しそうですね。僕友達今いない、ほとんどいないですから、もうこんな飲み友達いないですけどね。僕いつになったらああいう風に楽しくカラオケとか行けるのかなと思ったりしますけど、まあ、悲しい、まあいろいろみんなあるでしょうかね、はい、アノテーションマイクロファラト1、マイクロファラト、アノテーション
この2つ。これ1マイクロファラッドセラミックって書いてある。セラミックマイクロファラッドっていうのはこれ重要で、何でしたっけ。ファラッドっていうのはコンデンサーの静電容量のことをファラッドっていうの。何それ。ファラデーの関係なんじゃないですか。これ、なんかコンデンサーの静電容量で、コンデンサーのこういう丸いやつになんとか 0.0 マイクロ F とか書いてないでしょうかね。これファラデーから来てるんじゃないですか。コンデンサーのキャパシタってイギリス、アメリカで言うじゃないですか。コンデンサーはあまり役に立たないので、これ電気を貯める効果があって、こういうちっちゃいですね、積層セラミックコンデンサーっていうのをよく見ると思うんですけど、積層セラミックコンデンサーってね、こんなちっちゃいですけど、あれ素晴らしいんですよね。この中ですね、積層セラミックコンデンサーってこの中を割るとですね、こういうの見たこと、パソコンにいっぱい付いて小さいのがあると思います。ここの膜にですよ、これ何百っていう層になっていて、これをセラミックみたいなので押し固めてるんですよ。このちっちゃい1ミリぐらいの中にこの積層されてるんですよ。こういう回路とまで言いませんけど、回路基板みたいなのが積層されてるんですよ。積層セラミックコンデンサーっていうのがあって、これを村田製作所とかで作ってるんですけど、これ素晴らしい、小さいけど素晴らしいんですよね。これ本当、僕はこれの分類をしましたけど、この積層セラミックコンデンサーってこういうぐるぐる巻きになってちっちゃく売ってるんですけど、この部品ってちっちゃいですけど本当は素晴らしい性能を持っている。チップ抵抗もそうですけど、コンデンサー素晴らしいという。アノテーションというと、これアノテーションに翻訳、名前をつける、これ中村先生の得意、中村康一先生、僕東大での先生です。アノテーションというのは遺伝子に名前をつけることで、遺伝子の何でしたっけ、翻訳じゃなく修飾でもなく遺伝子に名前をつけるんですよ。例えば AP35 っていう適当に言いましたけど、こういう遺伝子を見つけて、まず PCR で ATGC に分けて、こういうなんかね、ATGC が並んだもんでやって、それで遺伝子をそれですね、アライメントっていうですね、 ATGC がやって、こういう同じ AATT ってなんかこういう層的なものがあったら、ここが重なってこういうのを重ねてですね、層こういう重ねてなんか遺伝子を並べてやることを相同性検索みたいなことを言うんですね。相同性検索でしたっけ。こういうのをアライメントってこれを揃えることをアライメントって言うんですよね。それで遺伝子を一応決めて、それに名前をつける、遺伝子に名前をつけることをアノテーションって言うんですよ。これ例えば古典のあれに、古文の名詞になんかその翻訳の名を翻訳当てみたいな感じで、この遺伝子に名前をつけることはアノテーションってですね、これを永遠にやってるって言ってましたけどね。千葉のカズサ DNA 研究所とかで中村先生はやっていると言っていましたけど、アノテーション